わちゃ、えちょんです。今回もジャンプ地やっていきたいと思います。はい、ということで、今回やっていくのがガチャでございまーす。ということで、やっていきましょう。はい、今回はこちらのドクターストーンのサイド A を引いていこうかなと思います。はい、こちら、司と、右京が新しく仲間になりますね。こちらの2体を当てるまで、引いていこうかなと思います。で、まあルビーがなくなったら終了でという感じでやっていきましょうか。ではまず10連目からいこうかな。さあこれ3セットでね、1周なんで結構コスパいいよね。しゃあ20連目。まあ、ここで出なくても、次でピックアップが、どちらか出るので。お、来た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 。これよ、これこれ。4番目ね。1、2、3からの、どうだ？おー、よっしゃ、オッケー、ナイス。はい、右京手に入りました。では、ピックアップキャラ。これで、司手に入ったら最高だよね。まあ、右京でも、とつれるから、全然いいんだけど。さあ、どうでしょうか。どっちだ？来い！来た！はい、まさかの一周で両方手に入れることができました。やばいね。ビビったわ。ちょっと一瞬性能を見てから、サイドビーも引いていきますか。じゃ性能を見ていきましょう。青と黄色だよね。じゃあまず右京から。右京が、単体に334%のダメージを与え、3ターン攻撃力 5% ダウンして、3ターン青属性の攻撃力 5% アップ。あー、いいね。ダウンとアップが両方ついてるの、すごい嬉しいかなって感じがします。で、友情が必殺プチ変換と、ランダムでプチ2個虹プチに変換。で、青と緑にかかって火傷を一旦短縮。おー、いいじゃん、いいじゃん。で、火傷のダメージを軽減。そして、必殺技で与えるダメージを3%アップ。なるほど。あ、こんな感じね。はい、では、お次。はい、司。司が、HP の依存ダメージかな。元で 111% って強いね。で、2ターン、木属性が受けるダメージ750軽減。いいね。で、友情は必殺プチ変換と、青プチ、赤プチを1個ずつ木プチに変換。2ターン、木属性の攻撃力を 25% アップ。あ、いいね。変換、盛りだくさんだね。変換と攻撃力アップ。いろいろ入ってるね。特性は呪いのターンを2ターン短縮と、自身の必殺技を 1% アップ。まあ、1% 上がるだけでも結構強いかな。はい、ということで、じゃあ続きやっていきますか。じゃあサイドビームを引いていこう。琥珀と弦がピックアップです。両方とも持ってないので、まあ2周で手に入るからいいかな。引いちゃえ。もしかしたら被るかもしれないけど。さあどうよ。さあピックアップ。まあどっちが出るかな。どちらが出るかな。予想弦だな。どうだ。
当たり。はい、弦出ました。バランスタイプ、回復タイプ、体力タイプの必殺技で与えるダメージ 5% アップ。一旦、敵全体の敵全体 31% 弱体化。あ、攻撃はしてくれないけど、まあ、デバフ効果とバフ効果を与えるって感じかな。いいね。ハートプチを必殺プチに変換。緑、青、黄色を2個ずつ赤プチに変換。ってことは8個も変換してくれるってことか。いいね。2ターン赤属性が与える、受けるダメージを、200軽減。で、自身が受ける高速解除に必要なプチを9個減らす。40% 以下の時に赤属性が受けるダメージを320軽減。あー、本当にサポートって感じだね。絶対攻撃しない感じか。いいじゃん、いいじゃん。じゃあ1周目終わったんで、2周目引きたいと思います。お、来た来た来た。どうだ、ラストの10個目かな。3、4、5、6、7、8、9からの来い弦。おー、かぶった。はい、弦かぶりです。さあ、ピックアップ確定です。さあ、ここで琥珀を出して終了かな。カモン。おお、ゲン。ゲンが3体目です。さあ、3周目入りました。さあ、ピックアップ。どうだ、お、2体ドン、やったー、琥珀ゲットで、2、3、4、次かな。どうだ、あ、違う、この次か。どうだ、ドン。おお、ゲンいっぱい出るね。はい、ということで、琥珀手に入りました。324% のダメージを与えて、攻撃力アップの場合 55% の追加ダメージ。いや、単純に強いよね。普通に強い。相手が攻撃アップすることの方が多いしね。で、キプチをニジプチに変換、緑プチをニジプチに変換。6個もニジプチ作ってくれるんだね。で、2ターン黄色と緑の必殺プチ先生に必要な数を1個減らしてくれる。まあ、リセットとかに使えるよね。全然いいかな。自身の攻撃力を 6% アップ。自身は必殺プチ生成延長の効果を受けない。あ、どっちに入れてもいいってことか。まあ、サブで使うのもありだし、特性があるから、まあ、メインで使うのもありって感じのキャラでしたね。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ルビーは3000、約500個残して、すべてのキャラを、オールコンプリートすることができました。いや、嬉しいね。いっぱいね、手に入れたので、今後使っていこうかなと思います。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。ここまで見ていただき、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。